じゃあ今週のいきますか。チャンピオンズファイナル報酬パック開封日和や。買い引きしましょう。いやー頑張ったよ今週も。じゃあまず赤金。赤金まあとりあえず欲しいのはトモリ、カンセロ、あと誰がいたっけあれは誰がいた。ああまあペドリ欲しいですねぶっちゃけ。いきましょう。本社じゃ真ん中から観音開き頼む。来い。あー、ギラマンイスだ。代わりに引きましょうか。コイン減ってたらメモです。絶対コインで引くじゃねえか。じゃあ次右で行きましょう。あ、これ真ん中で今あれか、両方の選手との声聞いてんのかなこれ今。右から行きましょう。カンセロペドリ。おお、コレア。まあ、コレア悪くねえんじゃねえか。コレア普通に強えな。右の声はコレアだったと。じゃあ左の声は誰なんだい。左の声は誰なんだい。これはちょっとひどいですね。誰でもなかったわ。なんだこれ。何なんだこれ。アルゼンチンの選手にしとくか。右は外れの声だったか。いやー、ペドリとか欲しかった。せめて5大リーグを来て欲しかった。まあまあ、じゃあパックあるんで、言うて。レア選手パックいきましょう。さあ、ジャンレアじゃなくてよかったっていうの見せてくれよ。いやー、まあとりあえずライトを上がって。うわっハーランドだハーランド来た。ハーランドお前俺のこと好きか。帰ってきたか。ここでハーランドよ。見てくれと。ああお前記憶消してきたもしかして。まあ、あれ黒だったもんね。金は違うからやっぱり金のハーランドは違うからね。ハーランド帰ってきた。いやこれさもう俺の配信追ってる人からしたらめちゃくちゃおもろい流れだろ。ハーランドぶっちゃけ。ハーランド高いでしょ。今ちょっとノルウェー来た時点でちょっとゾクッとしたもんな。よし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 。ハーランドこれ神引きでしょ。いやーよかったよかった。やっと20万以上の選手来た。ボケー第3章再開。26万4000でいってるわ。オッケーオッケーオッケー。もう秒で売り。ん使うあ移籍リストに勝手に入ってった。14勝しなくてよかった。やっぱ13勝で止めるっていう、そういう寸止めもあるからな。じゃあ次、アルティメントパック。これはルールブレ引きたいです。ロナウドここにあるぞ。もうハーランドとロナウドで全て破壊してくれ。全てをブレイクしてくれ。マジか。ウォークアウトして。あ、スペインはまずい。なんなんこのパック。なんなのこのパックは。全然アルティメットでもなんでもねえんだけど。まあまあでもハーランド来たか。素材がいっぱいだ。ちょっとハーランドいくらか見てみよう。売るか売らないかとりあえず置いといて。まあまあいくらか確認ね。とりあえずね。確認っていう作業大切だから。ほうれん草。報告連絡相談。ハーランドに報告しました。ちょっと今遺跡の価格見に行くよ。26万4000。ハーランドに連絡。君26万4000でした。相談。売るどうするやるうちでやる出てく君のね、黒いハーランドはね、すぐ出てったけど。君も出てくか。居心地悪いか。出てけ。さっさと出てけ。ハーランド26万4000で売れろ。もうこれ売れるまでが物語だから。選択しなくて草。最終章、売却。第1章、出会い。第2章、別れ。第3章、再会。第4章、売却。まあでも、ストーリーは生まれたわ、ハーランドの。売れねえぞ。あ、売れた !100 万コインいったほぼパワハラ。ハーランドやっぱ求めてるやつはいるからね。ハーランド泣いてるよ。いやでも見てこのすがすがしい顔。笑顔やばくない。第5章、反逆。ボケー。ありがとう、ハーランド。いやもう最高の週でした今週は。 CF 楽しかった。